皆さんこんばんは、松かなチャンネルの松本かな子です。今週はですね、トークと歌を一緒にして配信したいなと思っております。一応誕生日ウィークということで、はいはい、いやね、38歳もあと1週間でございます。はい、今日は、8月の10日ですね。今日は高校野球が開幕しました。で、なんか去年やっぱり高校野球がない夏だったので、なんかそういう思いがね、先輩たちの分までっていう高校球児の思いが伝わってきましたね。素敵なまたドラマが生まれるんじゃないかなと思います。松かなも負けないように一日一曲心を込めて歌いたいと思います。今日はですね、ゆずの夏色という曲を歌ってみたいと思います。最後のフレーズをね、弾きたいと思います。聴いてください。この細い細い裏道を抜けて、誰もいない大きな夜の海見ながら、線香を花火に二人で、ゆっくりゆっくり火をつける。いつか君の涙がこぼれ落ちそうになったら、何もしてあげられないけど、少しでもそばにいるよ。この長い長い下り坂を、君を自転車の後ろに乗せて、ありがとうございました。また明日。ありがとうございます。